さてと、皆さんお疲れ様です。まゆさんです。それじゃあ、続きやっていきましょうか。ここで一夜を明けたんですよね。朝だね。朝だ。おっと、なんか来た。いっちゃえ。お、曲変わったぞ。うん、これ初めて聴く曲だ。え？これ明らかに人が作ったもんじゃん。いいね。ねえ。イベントより BGM よ。やば。ちょっと戸惑うんだけど、えぐっ、すごいね。もうなんか新鮮。ここまでフィールドアクションに凝ったゲームでさ、ここまで BGM がいいゲームってかなり新鮮だわ。あー、結構古いんだ。あ、そうなの。あ、じゃ、海賊たちと、俺らが漂流する前、その時の間の時に、誰かが漂流してきたんか。その発想は、ああ！あれだ！オープニングでさ、船に乗ってた覚えのない奴らが映ってたじゃん。二人。あの二人か、もしかして。OK。先にイベント開始するか。あ、かなりしっかりした作りだ。漂流してから20日を数える。座して死を待つわけにもいかず、島の探索を始めた。この地域はおそらく島の南部に当たるはずだ。峡谷を越えようとしたところ、霧の中で不思議な獣に襲われた。それは話に伝え聞く、古代？古代史のごとく獰猛な獣。これはもう楽者何か知ってますね。古代種のこともなんか知ってるな。古代種、あの恐竜のことかな。そっか。じゃあやっぱりこの世界では恐竜って絶滅してるんだな、きっと。あ？それ宝箱でちょいちょい見かけた。うん。どうだろう。まあ、協力できるといいけど。OK。ちょっともう一回登ってみよう。特になんもなしか。よし。ここも、うおー！なんじゃこりゃ。え、マジで？あ、ほんとだ。 2400m の山が。え、じゃあどうする？迂回して渡る場所ある？わかった。ちょうど、そうだね、北だね。じゃあ、ここか。地図はこれ以上行けないんだけど、まだまだ向こうあるよね。ここ、え、迂回するとこある？ここしかないか。うわ、またなんかあるよ。わかった。え、じゃあ戻るか。ここまで戻んのめんどくさいんだけど。もうしょうがねえか。文句言っててもしょうがねえ。戻るか。特に、あ、うん、特に変わりはなさそうだな。じゃあ、あ、そういう新しく合流したんでしたね。そんなわけないじゃん。そんなわけないじゃん。はあ、はあ、信仰心をバカにしてるわけじゃないのよ。頼りすぎなのよ。あ、これもあったね。はい、ありがとう。そういえば、土器の方も。手に入ってないからこっちは後回しか。うん。いい感じだよ。ただ人手はやっぱりいるわ。うん。やっぱりサボるんだな、こいつは。寝るな！え、すごくない？え、すごくない？うん。おう。おお、キッチン。あ、これはすごい。そっか、余ったんだ。うん、もちろん。うん、強まった。なんか一人足りない。何やっとんの？そうかね、だといいんだけど。うん。何？防衛策って。おう！ちょっと頑丈になったじゃん。おう！確かにな。迎撃設備の追加。あ、わかった。ほう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 。ちょっと待って、ちゃんと読もうか。防衛策の耐久力強化。これはもうね、重大案件でしょ？バリケードの新規設置と耐久力強化。うんうん。で、デコイの新規設置。数が増えるのはありがたいね。耐久力も強化して。で、着物にダメージを与える投石機の設置と改造。ああ、どれも欲しいな。敵をスタンさせ、味方のスタンドラの設置と改造。これも欲しいな。ドラスト、デコイ増やすか。オッケー。苦労すんな、君たち。やりましたね。行ったり来たり。あ、ちょうど釣り餌足りなかったんだよ。サンキュー。あ、マラソン更新されてるっぽいな。後で確認しとかないと。後で、今確認するか。みたいだね。すごいことだよ。うん、そう。俺としてはまだまだ遠い気がするんだけど。助けられてばかりはこっちもだよ。素晴らしい指導力だわ。で、表裏村の強化。なるほどね。スタンドラー、作れるね。作ろう。これいるだろう。設置数はもうこれで限界か。ふん。持ってないもんばっか。ブレイク。これすごいね。叩くだけでブレイクするんだったらぜひとも欲しいよ。出てこい。設置数を増やす。で、今日、これが多分耐久力か。毒でこい。本当に、迎撃戦めちゃくちゃ力入れてるじゃん。じゃあ増やそう。もう一個増やそう。 OK。 耐久力上げられないんだったら数で物を言わせよう。で、防衛策、来るか。おお、まだまだいける。はい、ダメでした。こっから先何？暖かい木って、暖かい木意味がわかんないな。バリケードは作れる、作れるね。ちょっと待ってね。はい。もうどんどん作れるやつは作っていくか。終わったー。じゃあ投石機だー。これあれだよな、竜気サンゴの森だっけ、そこにいるカニだよな。マジか。船も作れるの、この人。すごいね。いや、もう、貴族ってあんなもんじゃないの？知らんけど。で、キルゴール。嬉しそう！で、落車。本当にね、昼食は来て。こっちにしよう。意地悪言ってやる。睨まれちゃった。だいぶ馴染んできたな。その、フルネームの呼び方そろそろやめてほしいんだけど。よし。さてさて、じゃあ他は。カトリーさんこっちいるよな。お疲れ様。結構働いたろう、君も。あ折り合い悪かったもんな。本当に、それは本当に思う。あの船長大したもんだわ。お、リトルパロ。誰だよ、これ教えたの。いや、もう、一人しかいねえな。おい、あのデブどこ行った？あっちはハシビロコウか。ほい。そうね。だ。もうそれやめて。やめてそれ。結構不快だよ。日本人からしたらちょっと不愉快だな。その言い方は。は？当たり前じゃん。材料がないんだから。材料がないんだから作れるわけないじゃん。もう緊急事態って理解してくれねえかな。オッケー、マラソンはこんなところでしょう。よし、それじゃあ大峡谷でいいよね。あの辺りに戻ります。こっからさ、戻るんだぜ。めんどくせえ。大変だね、君たちも。俺はもう、ファストトラベルできるからいいとして。あー、なんか、大物がいるぜ。ん？カバ？毛が生えたカバか？また違う生物が出てきたね。あいつ？あ、ヒメル。忘れもしません。まあ気にするよな。気が変わって仲間になりたくなったか。それは考えにくいと思いますが。うん、だったら最初から同行すりゃよかったのにね。これ10だね。先に刃物がついてて。ん？え、まさか。え、な。あ、そういうこと。びっくりした。いや、ちょっと待ってくれ。アドル。剣抜いて後ろ向いてんだけど、お前気づいてたんかなんだ今のは。もしかしてあいつがやったのか。一人だけスペックがちょっとおかしいですね。で、あ、銃を知らないのか。あれは銃。砲を小型化した最新の武器です。ああうまい説明ありがとう。火薬を使って鉛の弾をすごい速度で射出するとか。すっげえ武器があるもんだな。いやまあ一応感謝しとくか。ありがとう。礼には及ばん。おお、意外と素直。助けていただいて感謝しますが、発砲の前に一声かけてくだされば。その前にあんたの肩が食いちぎられていたと思うが。多分そうだろうな。アドルは一応反応はできてたから多分大丈夫な気はしなくもないけど。何なのです。ジロジロと失礼ではありませんか。お前たちに同行させてもらうぞ。はい？え？お？今なんて？なんで？いや、ちょっといや、待って、会話がないんですけど。いいですよっていう会話が普通あるもんじゃないの？ほぼ強制かよ。本当についてくる気でしたら、理由くらい話したらどうなの？そうだ。だったら最初からついてくりゃよかったじゃん。気にするな。向かう方角が同じだけだ。わけわかんねえ。だな。ちょっとトゲがでかすぎるわ。同行は断るよ。俺の勘違いでなけりゃアドルの性格上間違いなくこっちなんだよな。よろしく。ああ、適当。ちゃんと挨拶もできるし。何だったん昨日の仕方は。何だったん。戦力になりそうだし、わしは大歓迎だがな。どうしてこうも非常識な方たちばかり集まるのでしょう。知らない。さすがにあれはトゲがありすぎるわ。あ、3人が基本なんだね。4人目以降は待機。ちょっと待って。じゃあ、おう、こういうことか。落車と同じ車属性か。ちょっと軽く使ってみたいな。任せる。待って、じゃあ、もう強いね。三段銃。敵を突き刺しそのままダウン。なかなかえぐい技だね。で、かっこいいな、こいつ。どれ？ベノム。ああ、使いづらい。これ使いづらい。ああ、じゃあこれターゲットロック。あー、ダメだ。これ使いづらいぞ、かなり。お前、ほら、カバー。あー、結構癖がでかい。そっか、速攻特殊体にはならないのか。これちょっと癖があるな。変えよう。ヒョンメルファンの方がいたらごめんなさい。ちょっと使いづらかったです。おう、夕方。回ちょっと早いな。あ、洞窟。もうすぐ日が暮れるっていう中で洞窟はダメだな。だね。だんだん慣れてきたな。そうだな。そうだ、慣れたくはないだろうな。しかし、ヒュンメルも一緒に野営か。ヒュンメルの兄ちゃんは運び屋だって言ってたな。もう響き的にさ、結構アウトだと思うんだけど。一体何を運ぶってんだ。手紙や預かり物ってとこか。それだけで済むんだったらいいけどね。たとえそれが死体やほらね、やっぱり裏の社会に運び屋なるものが存在すると聞いたことがあります。何でもよからぬ品を取引する際に利用するものが多いとか。どの世界でも多分存在しうるもんなんだろうな。存在しなきゃいけないものなのかもしれないね。その運び屋がなんだってこの辺りをうろうろしてるんだ。だね。それを説明する義務はない。目的があってなんか動いてるように見えるもんね。まあ言動もそうだったけど。一つ契約厳守。はい。事情を聞かない。はい。一つ預かった荷物を開かない。はい。この三つこそが運びの鉄則であり。俺はこれを貫く。真顔で何を言っておる。今漂流者なんだけど。まあ安心しろ。お前たちに危害を加える気はない。まあ多分言ってることは本当なんだろうな。そうか。よくわからないが安心したぜ。いいのかな。一応漂流者だし。多分大丈夫だと思う。悪い人ではない。意外に生真面目で融通が利かなそうな気もします。でもちゃんと挨拶するんだよな。いろいろはしょってるものがあまりにも多すぎるけど。いろいろな方がいるものですね。でもだいぶ諦めがついてきたな。よかったね、サハド。はい、やっぱり例のごとく。山火事？はあ。それは確かに一大事だね。あ、一応余地として見えてたんだ。それで今、なんか策を打とうとしてんのか。人でうんぬんより。黄色の余地は、なんか言ってたな、前回。確実で近い未来。確定の未来なのか。あの時。なんか同じこと言ってたけど。これ本当に容量得ないんだよね。で、どこへ行こうとしてんの？数千年にわたって人や王都の水源となってきた貯水湖。下流の水位を調整する堰堤があり、巫女様が指定している場所。聖域の水を使って火を消そうってすごいな。巫女によってすごいハードル疲れてんな。巫女によって聖域指定されてる場所をさ、次期巫女候補の3人が、なんだろうね。山火事を消すために聖域に侵入して、その先導しきったのがダーナか。面白いね。最近おかしな夢を見る。もう寝るたんびに毎度毎度ダーナ、サライ、オルガ、ほとんどダーナか。ほぼダーナ中心だね。気真面目すぎ。まあ、誰にでも睡眠は大事だけど。ありがとう。あ、増えてるね、確かに。この先、何がある？ストーリーの目的地。こっちもストーリーの目的地なんだよね。これどうやって破壊するんだろう。まあいいわ。じゃあ、ちょっと一旦ここまでにするか。時間的にどうなってるか全然わかんないけど。